アラン・ヒューストーンは、アメリカ合衆国ケンタッキー州、ルイビル出身。NBA のニューヨーク・ニックスなどで活躍した元、プロバスケットボール選手。身長198センチ。ポジションは、シューティングガード。現在は、NBA ゲータレードリーグのウェストチェスター・ニックスで、GM を務めている。テネシー大学で1989年から1993年まで。 4シーズン、父親のウェイド・ヒューストンの下でプレーした。テネシー大学の歴代得点1位、クリス・ロフトンに次いで3ポイントシュート成功数は歴代2位となっている。1993年の NBA ドラフト全体11位でデトロイト・ピストンズに指名された。1年目の1993から1994シーズンは、 平均8.5得点を上げ、1994から1995シーズンは平均14.5得点、1995から1996シーズンは平均19.7得点を上げた。1996年にフリーエージェントとなり、ニューヨークニックスに移籍し9シーズン在籍した。移籍した、初年度の1996から1997シーズン。 ジョン・スタークスとのポジション争いに勝ち、スタークスを控えに追いやったが、勝負どころの第4球には、スタークスの方が出場時間は多く与えられた。1998から1999シーズンには平均17得点を上げて、チームを NBA ファイナルに導いた。その年のプレーオフ1回戦、マイアミヒートとの第5戦では1点リードされた場面で、 インバウンズパスを受け取ると、残り0秒8に逆転となる、ジャンプショットを決めて、ニックスは78から77で勝利した。第8シードのチームが第1シードを破るのは、NBA プレイオフ史上2度目のことであった。2000年には、NBA オールスターゲームに出場、同年のシドニーオリンピックでは、金メダルを獲得した。2001年にもオールスターゲームに出場した。 同年7月ニックスと6年1億ドルの契約を結んだが、膝の負傷で2003から2004シーズン32試合を、欠場、2004年のオフシーズン、手術を拒否して、2004から2005シーズンは、わずか20試合の出場にとどまり、2005年10月17日、引退を表明した。ニックスでは、歴代4位の1165得点を挙げた。 NBA12 シーズンで平均17.3得点、3ポイントシュートを40.2%成功させている。2007年3月30日、ニックスとの契約が満了すると、現役復帰に興味を持っていることが報道された。2006から2007シーズン、彼はミネソタティンバーウルブーズのケビン・ガーネットの2100万ドルに次ぐ。 NBA2 位の2070万ドルを受け取っていた。同年6月27日にも彼が現役復帰に興味を持っていることが報道された。10月8日、ニックスのトレーニングキャンプに参加した。ジャレット・ジェフリーズが背番号20をつけていたため7番を着用した。ジェフリーズは背番号を譲ることに反対していなかったが、NBA がトレーニングキャンプが開始後に選手が 背番号を変更することを許可しなかった。ボストンセルティックスとのプレシーズンゲームに6分間出場した後、10月20日、現役復帰を断念することを表明した。2008年、プレシーズンにニックスと契約14番をつけたが、1試合もプレシーズンゲームに出場することなく解雇されたが、ドニー・オルシュニックス球団社長や、ゼネラルマネージャーのスペシャルアシスタントを務めた。 バラック・オバマアメリカが衆国大統領の友人であり、2008年、アメリカが衆国大統領選挙では、オバマのための選挙資金集めも行った。2005年、NBA は、贅沢税を払うことになるチームが、高額契約を結んだ選手を自由契約とした、場合に、その選手へのサラリーや、サラリーキャップは残るが、贅沢税を免除されるルールを定めた。 このルールは、アラン・ヒューストンルールと呼ばれるようになったが、皮肉なことに、ニックスはヒューストンにはこのルールを適用せず、ジェローム・ウィリアムズに適用した。父親のウェイド・ヒューストンは、ルイビル大学発のアフリカ系アメリカ人、バスケットボール選手である。BASKETBALL-REFERENCE.com。ありがとうございます。